関東省新鮮市の地下鉄で4月20日午前8時半ごろ転倒事故が発生しましたある乗客がプラットホームで気を失い倒れたところ大規模なパニックが起こり12人が負傷しました山西省大同市の炭鉱で19日の夜浸水事故が起こり24人が閉じ込められました地元メディアの報道によると浸水が起きた地点は 地下200メートルで浸水した量はまだ分かっていません。3月21日、河南省鄭州市で非人道的な強制立ち抜きが行われました。部屋で寝ていた赤ん坊が外に投げ出されたほか、室内の家電や財産まで埋められました。この様子を撮影した動画がネットに掲載され、熱い議論を読んでいます。 中国最大の穀物備蓄企業が古い穀物を新しい穀物に見せかけて暴利を得ていた問題を受け1万6000トンの穀物が差し押さえられました当局が初めて国の穀物備蓄に深刻な問題があると認めたことになりますフィナンシャルタイムズはこの結果中国の穀物輸入量が急増し国際価格を押し上げるだろうと予測しました 食料問題もまた、中共の政治駆け引きの道具になるとの分析もあります。新東人テレビがお伝えしました。